それでですね、ディミニッシュは全音と半音が交互に出てくるスケールということで、実はこの出発点の音です、でですね、先ほどはドから出発で次半音を上げてドシャープから出発するとこうなりずれていきますね。でまた出発点を半音上げてレから出発するね。ほんでこの下にね、次レの次はミのフラットですよね。そうすると最初のこれに戻ってくるわけですね。1番目のタイプのディミニッシュに戻るんで、つまりこの3種類だけ覚えればいいということになります。まあ仮にこの最初を A タイプ、2番目を B タイプ、3番目を C タイプと考えてもいいですね。 ABC っていうことでね、で、これが A タイプの場合はじゃあどのコードに使えるかっていうと C ディミニッシュ、 E フラットディミニッシュ、 F シャープディミニッシュ、A ディミニッシュですね。A タイプはこの4つの時に使われて、B タイプは、C シャープ E、C シャープディミニッシュ、C E、G B フラットですね。B タイプは C シャープディミニッシュが E ディミニッシュ、G ディミニッシュ、B フラットディミニッシュで、最後に C タイプはっていうと、D ディミニッシュ他 F ディミニッシュ、 A フラディミニッシュ、B ディミニッシュで使われます。いいですかね。A タイプはこう、 B タイプはこれ、C タイプはこれです。そうすると12のディミニッシュ、ディミニッシュコードが出てきた時にまあこのスケールが使えますよということです。3タイプを覚えればいいということです。